どうも本田だよ。今日はじゃ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 ーん、めっちゃある TikTok とかでめちゃめちゃバズってる海外通販の SHEIN で1万円分で8点購入しました。私結構低身長で149センチなんですけど、お洋服の紹介とともに実際の着用画像を出していこうと思っているので、ぜひ参考にしてみてください。海外通販ってそもそも結構なんか不安だなーみたいな思うと思うんですけど、なんか最初もうサイトを見た時にもう絶対これはアメリカのサイトだって思ったんだけど、よく調べてみたら中国のブランドで、日本で言うとなんかもうグレイルみたいな感じでめっちゃ安いって、でも700円とかのお洋服とかもあるのにしっかりトレンドは抑えてるみたいな、そういうブランドです。ファッション系 YouTuber で有名な MB さんの動画を見て知ったんですけど、なんかすごいもうトレンドの服をどん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 作って出して作って出してのスピードがもう半端じゃないらしくて、もうザラを超える頻度でお洋服出してるらしくて、そういうもうなんかザトレンド安いウェイみたいな感じらしいです。本当購入する時も母数がすごい多すぎて、欲しいのめちゃめちゃあって1回カートに2万円分とか入ったんだけど、いやさすがにこれはと思って半分にしました。早速ここからは紹介していきます。めっちゃある、めっちゃたくさんあるんですけど、一番安かったのを紹介します。1つ目がこちら、じゃじゃん、なんていうんだっけこれ、ビスチェを購入しました。こちらの値段が696円でした。今日はねもうねちょっと合わせやすいようにね、この白シャツを着たのでこのまま着てみます。これは S サイズを購入しました。なんか長かったりするかなと、あ、そんなことない、撫で型なのでちょっと肩落ちてるんですが、襟を避けるとこんな感じです。襟を下ろすとこんな感じなんですけど、ここまで安いと紐がねすごい頼りないかなと思うんですけど、まあ、全然そんなことはないですね。引きで見るとこんな感じです。この長さのこのままでもいいんですけど、短くしたい気持ちありますね。これ春とか夏先でも着れるような薄い生地になってます。はい、そしてビスチェをねもう一つ購入しました。これも S サイズですね。せーの、じゃじゃーん、可愛くないですかこれ。ボタンのところがハート型になってるんですよ。ここめっちゃ可愛くないですか。しかもこうなんて言うんだろう、真っ白の単色じゃなくて貝みたいに加工してあるプラスチックですね。これも S サイズを購入しました。めっちゃ可愛い、こんな感じです。これは大正解、795円でした。安くない？さっきのもそうなんだけど、これも全くチクチクしないです。さっきのこのビスチェはこう同じ S サイズでもここダボっと着る感じがあったんですけど、こっちはピシッと体にフィットしてくれる感じがあります。紐の長さもさっきよりジャストサイズ、襟出してみるとこういう感じなんですけど、これで言うのでも可愛いし、これ1枚で着てこの上からこうカーディガン羽織ったりっていうのも合うなと思いました。立ってみますか。149センチでここがウエストなんですけど、ここもなんか脇ピタって感じがあります。こちらもこんな感じです。これは可愛いじゃないか。めいめいめい、ビスチェだけでもめちゃめちゃ種類があって、まずプチプラで欲しいなって思ったらビスチェが一番安いかなって思いました。次もねまだね3桁台。じゃじゃん、こちらのベストを購入しました。これもチクチクしないですね。素手のサラッとしたニットになります。色にね惚れて買いました。値段がなんとね745円でした。よくさ、なんか買う理由が値段だったらやめとけっていうのがあるけど、これは普通に可愛いし、届いてからもしか満足感がすごい。これがさっきと違って S、M、L ある中で L サイズを選びました。ちょっとねダボっとと思ったんだけど、そんなに大きくないです。着てみるとこんな感じです。このウエスト位置にこうダボっとかかる感じです。これ L サイズで一番大きいサイズなんだけど、こう結構短めに作られてるからウエスト周りがねやぼったくならないなって思いました。日本でよく売ってるこういうダボっとニットよりも結構ジャストサイズかなって思います。かわいい、かわいいちょっと待って、楽しすぎ。続けてベストいきます。じゃじゃん、ほんと迷った。これ頼むまで一晩じゃなくてもうね3日ぐらいかけて選んでた。それぐらい本当に多いの、商品の数が。ザラですねみたいなのもあるけど、ダブルCとかウィゴーに売ってそうな、そういうちょっとポップなのもあったから、ほんと私が好きなのが多かった。じゃじゃーん、こちら、え、めっちゃ可愛いね。千鳥柄の水色のニットを購入しました。値段が1293円でした。このデザインは黒と水色の2色があって、サイズが3段階 SML でした。横幅も縦幅もある感じで、千鳥柄のベストっていうのがめちゃめちゃ種類あって、ほぼ同じかなってデザインとかちょっと違うやつが値段違ってあったりした。さっきのやつよりはちょっと素材は分厚いです。よいしょ、あー可愛い、これ好き好き、めっちゃいい色だね。こんな感じのベストです。
めっちゃ可愛いね。いいね、いいね。さっきはこのウエストよりちょっとこれぐらいだったんだけど、さらに長いです、これぐらい。もっと横幅あるかなとパッと目思ったんだけど、そうでもないですね。この辺は余裕があります。次も3連続同じ感じなんですけど、じゃじゃん、ベストを購入しました。今までよりはね、値段がして2187円でした。こんな可愛いのに、もうね、柄が最高に可愛いよね。こんなに爽やかな柄なんだけど、真冬にも使えそうなくらい分厚い生地でできてます。なので、そうですね、ちょうど今着るのがちょうどいいっていう生地です。さっきのやつとかはほんと夏でも着れるっていう薄さでした。サイズは SML の3種類あって、お、かわいい。で、カラーがこのブルーとパープルと抹茶色もありました。はい、ここがベストで、これくらいです。さっきの水色のと同じくらいかな。生地がしっかりしてるので、なんか体の線を拾わないので体型カバーしてくれますね。ててて、後ろ。あ、めっちゃかわいい。これ襟出してみよう。ここまで大きい襟よりはブラウスくらいの襟が合うかなと思います。あ、かわいい。3着ありますね。ワンピースを買いました。じゃじゃーん、結構ミニなワンピースです。で、こちらの値段がなんと、なんと、なんと1391円でした。安すぎる。ワンピースって最低でも2900円とかはすると思うんですよ。1300円、なんかね、写真で見るとすごい難しくて、モデルさんがすごいグラマーなのと、あの身長が高くて171センチで S サイズを着るもんだから、もうなんかわからないよね。こんな感じの小花柄なんだけど、なんて言うんだろう、クラシックアメリカンみたいな。はい、着てみるとこんな感じです。雰囲気伝わるかな。なんかね、柄がすごい可愛いんだよ。あの YouTuber のアサギーニョちゃんの、ブランドポピーみたいな、ポップだけど落ち着いてるけどなんか少女感もあるみたいな素敵な柄ですね。149cm で S でこれぐらいです。本当のウエストはここなんだけど、このゴムが太くて、ここがウエストになってて、ここまで胸下ぐらいかなまでゴムがあるので、すごいいい感じにスタイルがよく見えます。生地の感じはすごく薄いです。制服のブラウスより薄い生地でできてます。手をね、少し上げるとね、すぐこうやってこれくらいまで上がってきちゃいます。そんなに短すぎると嫌だなっていう人は、一つ大きめのサイズを選んだ方がいいと思います。ウエストがすごい引き締まってるから、この身長の私には全然いい感じですね。そして続いてもワンピースです。すっごい薄い。ちょっと分かりにくいので、これ写真貼っときます。こんな感じ。どの価格帯のお店でもある感じの、あのナイロンとかポリエステルとかそういう系の生地でできてます。すごいこのちっちゃくなる。私は青を買ったんですけど、ボーダーとか黄色、赤とかね、いろいろレパートリーがいっぱいありました。届いた時めっちゃちっちゃいなと思って、この丈なの、もう水着かなっていうぐらい、なんとか着てみます。ででででーん、まあね、この感じ伝わるかわからないんですけど、長さは149センチの膝上っていう感じで、さっきのワンピースとさほど変わらないんですけど、柄も可愛いし、このフリル感とかもキャミもね、これから夏に向けてすごい使えそうだったけど、一個だけ紐がついてるんだけど、これがすごい難しかったです。こう開くとこういう風になってて、で、こっち側も同じくこうなってます。なので、浴衣みたいになってて、でも浴衣と違って、こう、もう内側にこうやって通すとこがあるじゃないですか。それがなくて、どうやって着るのかなって考えたら、ここで真ん中で、結ぶと、でもだらしないし。こうやってまず、こっちにするじゃん。で、紐をこう中からぐるっと。回して、ここに持ってきて、こっちをこうして、ぐるっとして、でもなんか変なんだよね。どこで結んでいいかわからない感じです。足の部分も一個パレオみたいになってるんですよね。一番っていうよりはショーパンを履いた方がいいと思います。これのいいところはここの長さがね、こう変えられるのがね、すごい良かったです。そしてついにラストでーす。ヒップアップになっております。せーの、じゃじゃん、こちらー、可愛くない？めっちゃ可愛い。これにこちらのパンツがついてます。ほんと頼んでよかった。生地の感じは T シャツと同じような素材でできてます。私ライブ配信やってるんですけど、その中で筋トレしたりとか、こうちょっと踊ったりとかしたいなと思って、ほんとこういうの欲しいなと思ってて、運動するとなるとこの厚さはほんとにちょうどいいと思います。そう、値段言うの忘れてたね。値段が2282円です。めっちゃ安くない？上下で。私が選んだのは XS です。あ、めっちゃかっこいい。すごいかっこいい。せーの、じゃじゃーん。
めっちゃ可愛くないこれ。このね、こことここに太いゴムが入ってて、これ一応結んでるんですけど、このままでも全然こう緩いっていう感じは私はしないですね。これもフェイクじゃなくて、ちゃんと後ろまでつながっています。プリントもよくある T シャツのプリントっていう感じで、微妙にこうグニャってなってたりとかあると思うんですけど、そんなことなくいい感じです。この足の部分もここゴムでできてて、ゆるーくこの足首で止まるようになってるので、ちょっと多少の長い短いっていうのも調整できます。私より身長高い人だったら足首の長さですっきり着れるし、よくあるあのスウェットみたいな感じで着れます。ちょっともうこれはね、可愛すぎますね。超可愛いじゃん。 It's my universeだから pick me up and do it。 全然踊れない。でも基本ここのお洋服は結構丈の短いものが多くて、ほんと胸ぐらいまでこういう T シャツとかもあったりするので、これも腕上げるとねそういう感じになっちゃうので、今日はね気にしてもらえたらなと思います。はい、というわけで今回はなんとこのセットアップも合わせて8点で14,920円でした。すごくない？何より届くのがめっちゃ早いです。この日数でね届いたので、今ちょうどね新入学とか新たな生活が始まるね学生さんとかもすごい多いと思うんですけど、こう毎日学校に行くのにその分の私服をいきなり用意しろって言われてもお金がなーいなると思うんですよね。さっきみたいなベストとかはすごい安いので、そういうのでちょっとバリエーションを増やしてみたりしたら、プチプラでねすごい楽しめるなと思いました。というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。私のターンだ。